死者15,899人、行方不明者2,527人。あの日の悲しみを教訓にするために、あの日生まれた絆を、支え合った優しさを続けていくために、東日本大震災から10年、 3.11 未来へつなぐ。さあ、1週間にわたりお伝えしている特集、 3.11 未来へつなぐ。福島第一原発の事故によって一変してしまった町、ふるさとも夢も一瞬で奪われた男性は、いまだに帰ることのかなわないふるさとを思いながら、再び夢を追いかけ、新たな土地で歩みを続けています。この後、津波など災害に関する映像が流れます。映像をご覧になった時にストレスを感じる方もいると思いますので、ご自身の判断でご覧いただきますようお願いいたします。記者が向かったのは栃木県那須町。草木に囲まれた広大な土地にポツンとある一軒家。こんにちは。よろしくお願いします。ここに暮らしているのは、10年前福島県富岡町で被災し、その後江東区に避難した高橋裕二さんです。富岡町に構えていた当時の自宅は、東京電力福島第一原発から10キロほどのところにあり、いまだに立ち入りが制限される帰還困難区域に指定されています。震災直後の2011年4月からは、江東区にある公務員宿舎東雲住宅に避難していました。東雲住宅には避難を余儀なくされた福島県の住民600世帯以上が暮らしていましたが、当初は知らない者同士、交流は全くありませんでした。こんな生活してたらみんなおかしくなっちゃうぞって俺言ってたんだよ。そしたら6月かな、5月か6月に部屋で一人でこう亡くなってた孤独死が出たわけ。そんな中、被災者たちが寄り添うきっかけを作ろうと、高橋さんが中心となり立ち上げたのが東雲の会。週に2回の交流サロンで、お互いの悩みを打ち明けたり、状況を報告したりすることで、被災者の孤独を防ごうとしたのです。都会での生活にも慣れ、近所の人との交流も増えましたが、東雲住宅の入居期限は以前暮らしていた地域によってバラバラだったため、徐々に東雲の会のメンバーも住居を去って行きました。で、去年だな、あそこ一斉に全部強制的に立ち退きして、だから去年でみんなそれぞれの場所にこう、まあ、散っていったっていう、それぞれが新たな生活を始める中で、東雲の会との関係もだんだんと薄れていくように。寂しさはやっぱりあったわな。でたまたま用事あってそこの近く通ったりすると、誰もそういう様子がないところを見ると、すごく寂しく感じるんだよな。東京を去ることになった高橋さんが再スタートに選んだ場所は栃木県
福島県に住む親族と都内に住む2人の息子、どちらにも会いに行けるよう中間地となるこの地を選んだといいます。高橋さんはこの10年を振り返り、普通の日常が遅れる感動を実感しています。普通被災するとさ、俺らあのひれ目にあって、あの恵まれね、運の悪い人間だなって、まあ思いたい人はそう思うかもしれないけど、得られないようないろんなこう貴重な体験、それはねすごくこう前向きに感じるんだよ。高橋さんが希望を捨てずに進んでこられたのは、ある夢の実現のため。それは花見山です。ちょっとあんないですから必ず何か目標を作ってこう、その夢を実現するようにこうな、頑張ろうという考えがあったから、で花見山をゼロからこう作り上げる、まあ、これが夢。花見ができるような植物があふれた場所を作りたい、震災前からの夢だった花見山を実現させるため、日々植物の世話に勤しんできました。一番いいのは6月だね。で今こうやって隙間空いてるけども、もう5、6月頃になると地面が見えないぐらい綺麗に咲くね。花見山について語る高橋さん、自然と笑みがこぼれます。しかしこの挑戦は今回が初めてではありません。この山にいろんなあの木とか、なんだ山桜とかいろんな花を植えてこう花見山にしようかなという、そういう計画があったんだけどね。しかし震災による原発事故で夢は一瞬にして奪われました。震災だったと思うんですけど、あれはショックだったんですよ。ほんで一時帰宅で年に2、3回ぐらいこう戻って見るんだよ。あと行くたんびにあの花見山にしようとしたところがもう荒れ放題になっていくのね。ここ栃木で再び夢が動き出したのは震災から4年後。その時に植えた小さな梅の木は今高橋さんが見上げるほど大きく成長を遂げていました。やっぱり大きくなると可愛いんだけど驚きで、こうすごいな。人間の成長から比べた木の成長はすごいし、夢に向けて再びスタートを切った高橋さんは現在77歳。その心には新たな土地で花見山の完成を見届けたいという気持ちと、ふるさと富岡町に戻りたいという思いの葛藤がありました。